はい、スマートフォンを、使ってね、元ブログをやってみるとどうなるかっていうね、企画です。昨日までね、エープマンの A79 でやっていたんですけど、まああんまりね、音声の風切り音がひどかったので、まあスマートフォンでやった場合どうなるのかなというね、実験ですね。今ね、スマートフォンをアゴマウントにしてますね。マイクはね、スマートフォンなんで4極のジャックがついた、イヤホンマイクですね、をね、つけて、マイクだけね、口元のところにね、セットしてますね。これでどんな感じになるかですね。ただね、スマートフォンをこうアゴマウントにセットしてみて思ったんですよ。重たいですね、これやっぱりね。アゴマウントにスマートフォンをするのはあんまり現実的じゃないかもしれないですね。だからやっぱりね、GoPro っていうかアクションカムみたいなのの方がね、元ブログやるのはやっぱ向いてるでしょうね。重たさ的にですね。一応スマートフォンにはね、命綱つけてます。これいつもね、僕が使ってるスマートフォンなんで落として壊すとちょっと困るんでね、本来ならね、もう解約してしまったスマートフォンがあればね、それを使うのが一番いいと思いますね。それだとまあ落としてもね、万が一壊しても後悔が少ないかなと思うんで、そういうのがいいかなと思いますけどね。スマートフォンの場合はイヤホンジャックを挿すと、外部マイクですね、外部マイクをイヤホンジャックに挿すと内蔵マイクは完全にね、切断されるはずなんですね。だからこれだったらね、いいんじゃないかなと思うんですね。ただね、あとはもう風切り音の問題だけですね。口元にマイクありますけど、一応ね、モフモフをそのマイク部分に今回もつけてみました。これでね、どのくらい風切り音がね、消せるかですね。やっぱりね、ヘルメットの中にマイクセットしてても、要はこう風って巻き込んでくるので、それで結構ね、風の音、ゴーって音入るんじゃないかなと思うんですけどね。あとスマートフォンでこういうのをやると、なんていうのかな、ちょっと異様でしょうね。周りにね、止まってる自動車の人から見たら、まあ異様だろうというふうなことを思いますけどね。ただね、やっぱりスマートフォンだとモニター画面が大きいんで、こうどういう画面が現在映ってるのかっていうのは分かりやすいですね。今まだ幹線道路、今ノロノロでつながってるんで、スピード出てます。今40キロぐらいですね。だいたい通常流れ、幹線道路は50キロ制限で60キロぐらいで流れてる。これが今60キロぐらいですね。風切り音とか入ってるんでしょうかね、ちょっと分かんないんだけど。まあ、あれですね、もしこれでね、うまくいくようなら、あれですね、中華アクションカム買わずにですね、解約してしまったスマートフォンなんかを使ってね、元ブログやるっていう方が、お手軽でいいかもしれませんね。これで、うまくいくようならっていう話なんだけど、僕はだいたい元ブログやらないんでね、基本的にはやらないので、あまり僕にはちょっとあんまり、本当言うとね、関係ないっておかしいですけどね、話なんですけどね。ただ、他の方がやってるの見てね、走りながら喋るっていうのは、やっぱりどういった感じなものなのかなとね、ちょっと興味があったんですね。それで、エープマン A79 を買ってみたんですけどね。今日は土曜日じゃないや、金曜日か。それなりに車の交通量とかあるとは思うんですけどね。あれですね、これで、なんていうのかな、風切り音をマイクが拾うようなら、やっぱりね、ソニーの、自骨伝導マイクですかね、
あれを耳に入れてやればね、完璧にあの風切り音って防げるんじゃないかなと思いますね。あのソニーの自骨伝導マイクはですね、しかもあの外の音も拾うように外側になんていうのかな、イヤホンみたいなのがこう外側にもついてるんですね。自分のあの自骨の振動も拾うんだけれども外側の音もね確か拾うようになってたと思いますね。もともとあれはだからあの何だかな、電話で誰かと会話した時の模様をね、会話の内容を、録音するためのイヤホンなのかな、あれソニーのあの自骨伝導マイクですねだと思いますね。あれ確かそうだったと思いますね。ただそれがたまたまね、自分の声もね自骨の振動を拾って聞こえるし、なんていうのかな、最近インカム、バイク用のインカムですね、あれ耳のところに、ヘルメットの耳の部分につけてらっしゃる方が多いんで、他の方と話をしているのがちょうどあの外側のね、自骨のマイクじゃない方の普通のマイクですね、外側のマイクの方で拾えるんで、要はその元ブログとかで数人でツーリングしてた場合に他の人の会話の模様ですね、それも記念に録音できるんで使ってらっしゃる方が多いみたいですね。ただこれずっとね いつもの峠までこれで走ってたら相当あのなんていうかな、容量食うでしょうね。このスマホね、あんまりなんていうのかな、大きな SD カード、マイクロ SD カード入れてないんでね、どっかで、今回テストですからね、どっかでちょっと外しましょうかね、あの止めましょうかね。そうしないとあまりにも容量、ファイルの容量大きくなりすぎるかもしれないですね。今なんかそんなこと思ってちょっと走ってます。だからいつも峠のね入り口の方に曲がったところです、国道を逸れたところでちょっと一回止めてテスト終わりということをしましょうかね。うん、ここはあれですね、まあ、あの大きめの国道ですね。スマートフォンって あれですかね、信号のスマートフォンの動画機能っていうのは信号の周波数サイクルが 60Hz と 50Hz とかやっぱり分かれてあるしてるんですかね、ちょっと分かんないけど、今60キロぐらいですこれがね、風切り音マイクの方拾ってるかもしれないですね。これをね簡易的にモフモフをマイク部分つけてるだけなんでね、まあそれでもしょうがないかなと思いますけどね。あんまり性能のいいマイクではないです、これなんか、もらい物ですねこれ。本当はなんていうのかな、電話が着信した時にねハンズフリーで受け答えができるなんていうんですか、イヤホンマイクですかね、スマートフォンにつけててだったと思います。この僕が今マイクとして使っている商品はですね、たまたまただ先日見てたらね、ちゃんとイヤホンジャックの方が4極になってたんでね、あこれスマートフォンに使える、本当に使えるんだなと思ってねこれを使ってちょっと録画してみたらちゃんとね音声取れてたんで、あこれはマイク部分だけ使えばねちゃんと元ブログみたいなことはできこれでもできるのかもしれないなとなんとなく思ったんですね。ここがね、僕の行く、いつもの峠と勝手に呼んでますけど、あっちの方に方面に行くね、分岐ですね、ここを右に曲がってちょっとまっすぐ走ってから路肩に止めてねテスト
スマホをモトブログに使えるかのテストはね終了したいと思います。まだねチャンネル登録お済みでないようでしたらよろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。